か、相撲の審判っていうのは、はっけおい、残った！これの間と速度、これがすごい重要なんだよ。相撲において一番重要な役割と言っても過言じゃない。お前たちはただのバイトかもしれないけど、まあ、審判のバイトって何なんだよって感じなんだけど、これバイトだからって舐めちゃダメだ。いつく、お前ちょっと言ってみろ。サード、ハッケー。ちょっと違うね。そしてサードって何？こんにちは、あれです。今回ですね、今日情報修正されたデク&オールマイト使っていくんですけど、なんで情報修正されたんですかみたいな感じを思ってる皆さんにちょっと言いたいんだけど、これね、村子が今日ツイートしてたんですけど、北米版パズドラに僕のヒーローアカデミアコラボが開催、これを記念してデク&オールマイトとワンフォーオール9代目決勝者デクの能力調整を本日実施いたしますということで、もうね、北米版来るたびに毎回やってみたいな感じなんですけど、これ見てくださいよ。魔改造されました覚醒がですね、もう全然違う。すごい全然違う。こんなに変わります？すごい変わってる。で、もともとこれ5ターンで打てるスキルだったんだけど、あ、じゃあ5ターン、バトル5以降で使用可能スキルだったんだけど、これがバトル3以降で使用可能になりましたね。これ撤廃してくんない？よし、それじゃあサスケやっていこうか。で、まずデク&オールマイトを76リーダーチェーンで使っていくので、これ打ちます。で、これ打って、さあ最後まで喋らせねえぜ、いつお前をやって、これ打つんですけど、これデク&オールマイト、これすごい天の弱がよ。オッケー、さあじゃあこれ打てないんで、これ大吟醸打つか。まあいっか、これ打ちます。でゆっくりしましょう。さあゆっくりして、でこれ打つか。これ打って、でラクスクランエターナル、思いだけでも力だけでもダメなのです、うん、でこれ打って、そう簡単に。でこれ先打ちします。で、またしてもこれミルクを打ってやっていくと、で、これ1階層目なんですけど、これ一番右にさ、今光属性のこれ、裏白ホンダラ、お前何言ってるのか分かんない。ほぼアホンダラなんですけど、このアホンダラがさ、あの、闇属性の場合があるんですよね。闇属性のやつだったら、無効貫通、あ、じゃあ無効張ってきてるんで、そこだけね、あの、ちょっと調整してきました。まあ、一発で、目で入ったら、あの、一発で、あの、成功したんで、あの、普通に、あの、別に調整とかなんもないんだけど。オッケー、さ、これで、見ててください。これ、青天井リーダーですからね、これ。76リーダーチェンで青天井で遊んでいくみたいな。これ、デク&オールマイトの軽くご覧ください、これ。全然乾燥してねえ。待って、衝撃なん、待って、ちょっと待って。全く乾燥してなくて、オイラびっくり。すごい乾燥してなかった、今。どうしよう。さあ、これ打ちます。待って、この動画もう終わりそうなんだけど。よっしゃ、ちょっと気を取り直してやっていきましょう。さあ、あれかな？回復の L 字を入れた方がいいのかな？もしかして。多分それだ。いや、それだ。絶対それだ。回復の L 字が必要だったんだと思います。で、こいつの属性なんだっけ？あ、闇が第三属性ね。だから闇をいい感じに土着層に消してみたいな感じか。オッケー、この辺で。いや、これは乾燥するんじゃない？さすがにこれさ。リラチェンの問題でさ、これ、火力上げれてないんですよ。リラチェン武器だから。いや、これで火力ご覧ください、皆さん。よっしゃ、乾燥ですよ。これだわ。ちょ、回復エルジー入れていこうか。オッケーさ、やってきました。この YouTube チャンネル、オッケーさ、2回染めようやく来ました。こんにちは、オッケーさで。いいね、めちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。体重の息吹。これ、ラクスクライン、金玉エターナル。で、これって、よっしゃね、ラクスクラインエターナルが、水と光なんで、水と光の L 字を土着素に混ぜ、織り混ぜて、さ、なんて、こうします。で、ここで組んで、何個これ L 字組めばいいんだっけ、このバーティー。まあ、わかりません。多分、もうこれぐらい組んでたら多分いいでしょう。じゃあ、こうして。さーい！オッケーさ、こんなんで。さあ、いいね、盤面最大をこの速度で組む男、これは惚れちまいますね、さすがに。オッケーさ、こんなんで。いいね、デク&オールマイトがまるで乾燥してないのがすごい逆に笑顔になれるみたいな。ありがとう、本当に。オッケー、さあどうしよう。ね、いや、いいね。じゃあこれ打ちます。バトル3以降ってさ、バトル3って含まれる、まあ、含まれるか多分。じゃあ水が多いね、すごい。なんかサハラ砂漠になんか行ったらすごいモテそうな場面してる。でここでこう組んで、こういいね。なんか今日パズルが滑らかだぞ。しかもさ、今日皆さん聞いてくださいよ。今日ね、動画2本投稿してるんですけど、両方ともミルコがね、使ってるっていう、ミルコシステム毎回使ってるんですよね。さっきの動画が、なんだっけ、上条トーマ3体システムに、ミルコ相方で使ってるみたいな感じの動画だったんですけど、すごいね、今日多色の日ですね。ガチ多色。オッケーさ、
待って、これ、これ打ってない。これ、大緊張打つの忘れてました。いやー、危ねえ。負けたかと思ってたら負けてましたよ。オッケー、これ打って。よっしゃ、ここからもう、デクアンドオールマイト使えんのかな。まあ、わかんないんだけど、で、バーテンダーイデアル打ちます。ゆっくりしましょう。オッケーさ、これで吸収向こう。よっしゃ、これでやっていこう。なんか、回復の、あれだな。なんだっけ、あれです。よしよし。さあ、なんて、さあ、何を言ってたのか、まるでわからん。最後なんか、よしよしまでは聞こえた。こうして、まあ、いっか、これで、盤面最大ですね。オッケーさ、これで、いや、いいじゃん、これで、見てください。これ、デク&オールマイトの回復。今さ、なんか、昨日構えた虫の回復がすっごい痒いんだよ。オッケーさ、倒せた。いや、一コンボあれだわ。損失してたわ。私としたことが。オッケーさ、ミスター。さ、これで、いや、いいね。盤面縮小も来なかったの、ちょっと嬉しいわ。大吟醸今溜まってなかったからね。オッケーさ、向こうの敵来ました、皆さん。ここで、まずミルク落ちます。デク&オールマイトですよ。バトル3以降でから、これちょっと待って。これ、あいつけようか、これ。これつけてみます。撃ちます。さあ、遅れてやってくる男、オールマイト。すごいね。いや、ちょっと待って、お待たせ、みたいな、ちょ、遅れてごめん、みたいな、スタバおごるから許して、みたいな、そんな感じでした、今。待って、これやばいぞ、盤面。ちょ、オッケーさ、こんなんで。これさ、回復の LG 組むのかさ、2セット回復組むのか、どっちが軽く出るんだろう。オッケー、これで軽くが。うわー、惜しいな。ちょ、この動画でさ、ちょっとデク&オールマイトの、なんだっけ、80億かけるさ、3パー24、240億出すまでさ、ちょ、頑張るわ。で、ラクスクラインエターナルが溜まってないです。そうだって、これ、どういうことこれ。すごい僕、ピンチなんだなって、今すごく思います。これ待って、やばくないか、これ。まあまあ、やばくないか、やばくないか、僕が決めることみたいなことありますよね。で、次もたまんないんだね。どうしよう。さあ、まるでたまらない男。オッケーさ、これで、まずここを耐えられるかなんですよね、これ。まず、耐えられるんだ。耐えられるんだね。じゃあ、ここを一旦打つ。で、まだ耐えれっか。とりあえず、まだ耐える可能性あるな、これ。じゃあ、これ、いっぱい分割するか。いっぱい分割して、回復力上げる。オッケー。うまいんじゃないでしょうか。よっしゃ、こんなんで、いや、回復力が可愛すぎる。ちょ、待って、回復力可愛くない？すごい。めちゃめちゃ乙女、ガー！よーし、戻ってまいりましたよ。で、ここ、ミルコ撃とうか。これ、ね、見てください。これ、光と闇が消せなくなる。で、このパーティー、光と闇で火力を出していくというね。本当にうんち漏れそうですというか、漏れてる。オッケー、さあ、今、うんち漏れてるんだけど、こうして、何か。ここでこう置いとく。いや、もうこれ組めないな。これが最大か。オッケー、じゃあこれで、ちょっとだけ削れるかなと思って。まあ、いけるかわかんないけど、まあ、加算が足りてないです。うんち漏れそうです。オッケー、さあ、うんちどんだけ漏れるんだろう、今日だけで。今日だけで異常なほどうんちが漏れてます。さあ、いいね。じゃあこれ打って、思いだけでも、で、ミルコ打つ。オッケー。これ、デク&オールマイト打ってワンパンしようか。これ打ちます。光すっくね。待って、光が少なすぎて、おいら、びっくり。この光少ないことあります。いや、ガチ光少ないな、これ。すごい少ない。なんでこんなにない。待って、やばい。これ闇めっちゃあるな。これワンチャンで、あー、回復の LG になってない。これは無理です。回復の LG になってたら、ワンチャン完走したなと思って、うわ、ミスったガチで。うわー、これ回復の LG 組んでたら完走してたわ。デク&オールマイト全部、うわ、ガチミスった。人生全部ミスった。さあ、ここは、バーテンダーイデアルがあと22、あと2段なんで、この光吸収あるから、ここも耐久できないんですよね。鼻がかゆいな。で、ここは、ちょ、耐久だ。こんなんで、オッケー、色だけ3色は消しとったら、こんな感じいけるんで、オッケーさ、いいね。あと2ターンか。オッケーさ、さっき見たのにもう忘れるという記憶喪失です。こんにちは。オッケーさ、ここ一回殴ら順しとこうか、これ。ちょっと闇だけで軽く出して殴っとこう。オッケー、じゃあ、まあ、光も一応消すのは消すけど、で、闇を、ちょっと多めに消しとく。
ッケー、じゃあこれで次絶対ワンパンできるようにしとこう。これいやいいね、素晴らしいんじゃないでしょうか。これで闇の80億とちょっとだけ入ると、そうオッケー。さあこれを待ってましたよ、これをガチ待ってた小石。でどうしようかな、大金茶も使っちまうか。これってでミルク打つ、仕留めれるかな、場面くちゃくなったけど。でバーテンダーイデアル打って、ゆっくりしましょう。よっしゃ、ここで決めに行こう。ミルコの火力だけで多分いけると思う。オッケーさ、いやミルコ様々だぜガチで。いい盤面、オッケーさ、ほぼ最大盤面ですよ、9コンボ盤面。オッケーさ、これでいい感じ削っていただきたい。いい倒せ、いやもうようやく戻ってきたわ、すごい負け続けた、びっくり。そう、魔法石でスタミナ回復もしましたしね。これ打って、しましょう。いやガチで許せん、もうこの世界が憎いです。さ、どうしようかな、ここ。これさ、さっきさ絶妙に足りなくて負けたんですよね。だからどうしよう、だからどうしたらいいんだろうっていう話ですよね。だからどうしたらいいんですかこれ。これ水もう1セット組めたけどちょっと諦めちまいました。これ水の1セット組めなかったせいで負けたらなんかもう誰かのせいにします。オッケー、これ倒せ、ゴリオスー、うるさ、危ない、ガチ危ない、結構ギリギリだったぞ。オッケーさ、来て、いいね。もう動画ね、なんか今日2本動画撮る予定だったんだけど、もうねもう一気にすぐ動画撮って1時間で動画撮り終わってやるぜキャッキャッキャーとか思ってたらさ、もう2時間以上動画撮ってるわで、いいよ、これ打ちます。D、 こっちノックオンしとっか、これ打つ。 OK、 倒しに行こう。闇が全然ね、やばすぎ、やばいね、これちょっとやばいです。これちょっと早めにパズル組んでいこう。なんてちょやばい、あーすごいごちゃごちゃ、あすべてがごちゃついてる。じゃあいらっしゃいませ。オッケーさ、これでちょ火組めなかったわ、なんかすごい、なんか回復がめちゃめちゃ、なんかすごい密集地帯、なんかすごい密ですよって、なんかすごい昔やったら言われるくらい繋がってた。危ない、これはでもこいつ発狂ないんだったわ、そういえば思い出したぜ。20億か。オッケー吸収？待って吸収？待って吸収やばくない？これ打つ。じゃ吸収やばいね。ゲゲループ打っとっか。ゲゲループって。簡単に潰れてくれるなよ。オッケー、じゃあここでこれ闇消さないどっか、これ。ね、闇消さない方がいいんじゃない？ちょうど落ち込んなしだし、このバーティー。オッケー、じゃあこんなにしといて、あえて調整します。これで倒すんじゃない、いいね、ミルコが神調整、19億のいいねくさ、19億でマジ神調整したわ。オッケー、さあ盤面今やばいんですけど、ミルコで全部リフレッシュするんで大丈夫です。オッケー、さあいいね、これ打つ。あー、デック&オールマイトが帰ってる。じゃあ、ちょっと耐久するか。耐久します。オッケー、3色消したらいいんで。オッケー、これでちょっと耐久します。オッケーで、ここで名倉潤行きます。オッケー、さあ、ブレイズメテオ。いいよ、これ打って、で、デック&オールマイト。いいんじゃない、もうボス戦まで来たらね。もうなんかもう最悪負けてももういいみたいな。さあ、もう最悪負けてもいいかこれ。どうしよっかな。回復いただいて、回復いただきたい。回復いただきたい、これ。ありがとうございます。で、回復いただいちまいまして。いや、すごい。回復が欲しかったんですよね。生まれてこの方、回復がずっと欲しくてですね。どうしよう。待って、すごい下手くそじゃない？大丈夫かこれ。全然入んないんじゃないこれ。あ、すごい。全く火力出てないです。よし、セカンドチャンス来ましたよ。ミルコ打つ、で、デク&オールマイト打って、これさ、毒目覚めが終わるタイミングでめちゃめちゃ発狂大アタックみたいなのやってくるのかな、わかんないです。オッケー、さあ行こうか。てか大吟醸の軽減ループ途切れてるんですけど、待って、なんで、待ってなんで大吟醸途切れてるんですか。あー、あれか、なんか最後ケンタウロスが一言を添えていったからか。待って、これどうしよう。じゃあここで決めに行けないな、まだ。こんなんで
オッケーさ、こんなんでやっといて、一回ちょっとだけ殴ります。で、またカット挟んで、その後殴るわ。いっちゃったー、いっちゃった、 HP 全開かもしてねえし、避けろ。よし、ここで仕留めに行こうか。ここで倒せなかったらさ、ワンチャン負けるよね、これ。オッケー、これ撃つ。で、デクアンドオールマイト撃って、もう最悪、あれ、イデアル使うか。あ、大丈夫だ。オッケーさ、この盤面だったらいけるね。オッケー、じゃあ行きまーす。ここで闇組んで、で、ここでキー組んじゃう。で、回復の LG 入れよう。回復の LG 入れて、いいね、光がめちゃめちゃ多くて、ありがたいね。さ、こうして、待って、すごい下手くそじゃね？すごい、結局下手くそではあるんだよな。オッケーさ、盤面最大組めました。オッケーさ、これで、回復の LG も組んでるから、これはいったやつ。これはさすがにいった。これは倒したね。さすがに。よっしゃー！オッケーさ、危なすぎ。オッケーさ、しまいましたよ。なんかすごいね、頑張ってここまで登ってきたのに結局あのコンテするっていう意味なし。オッケーさ、これさ、僕このパーティーシールド削りきれるのか、あの知らないんですよね。なんか削りきれなさそう。さ、インフェルノメテオ危ないね。オッケーさ、ギリギリ耐えた。大吟醸使うか、大吟醸使って、これ大吟醸打ったからさ、余計削れないんじゃね、これ。さ、光がないです、これ。イデアル打つわ、イデアル打たないとちょっとやばい気がする。光がないのやばすぎる。で、いいね、よっしゃ。マジみんなトイレ行きたいです。すごいトイレ行きたすぎて、すごいなんか漏らす準備はできてる。どうしようかな、これ光いっぱいつなげとっか。オッケー、こんなんで、これ回復力足りんのかな、このパーティー。すごいなんか怪しくね。いやでも大丈夫か、イデアルの回復力アップのアップでなんとかなりそう。削れないね、やっぱり削れないね、このパーティーやばいです。すごい、やーす、あーす。いやでも、いや、今盤面ちっちゃくてこれなんですよ。デクアンドオールマイトがまだ本気出していないだけ。じゃあいけるわ。ここで、そうだね、いや、いけると思うわ。これ、盤面がでかかったらいけると思う。よっしゃ、すごい、未来が見えてきたぜ。こうして。そうい！オッケーさ、これで。さ、回復の L 字も入れちまったから、回復の L 字別に入れなくてもよかったな。まあ、いっか、回復力すげえわ。オッケーさ、これで。いや、いいね。これぐらい軽く出すんだったらいけると思う。さっき、デクアンドオールマイト全部42億になってたし。そして、なんだっけ、ラックスクラインエターナルが溜まったから、どっかのタイミングで、全員解放大アタックキャンペーンやろう。ね、これ打つ。オッケー、さあ。いや、いいね、めちゃめちゃいいんじゃないこれ。火置いて、水置いて、木置いて、木置けてないね。木置いて、闇置いて、で、ここ回復置く。オッケー、さあ。いいね、これはいった、さすがにこれはいきました。これは皆さん、さすがにいったで、これは。オッケー、さあ、これで。ね、ぬかごまいって、軽く出してる。いいね、さあ、見るこの火力が高すぎるわ、すごい火力が高い、ガチ3級です。オッケーさ、これテンポやめてくんねえかな。これってまだラクスの裏使うべきではない。これってオッケー、うん、光は待て光は、光がないんですけど、すごい、ようやく削るチャンスがやってきたのに光がないという悲しさね。これもう打っちゃうか、これ打っちまいます。思いだけでも力だけでもダメなのです。で、これ打つ。オッケーオッケーオッケー、ここ削りチャンスだからここで削ろう。あ、光が素晴らしいです。火がねえわ、まあいっか、火、まあいや、火あった方がよかったな、正直。火があった方がめちゃめちゃありがたかったんだけど、まあないならば、まあすごい諦めて悔しい涙ですよね。で、これかな、これが最大です、多分。いや、もう一個組めたわ、木が。まあ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 、こんなんでだいぶ削ってくれ。いや、いい削り具合なんじゃない、これは。で、しかもデク&オールマイトも一応溜まってんのは溜まってる。オッケー、じゃあこれ打ちます。で、これ大緊張打たなくてもさ、あ、まだ、あ、まだ大丈夫だわ。じゃあここで、いや、今打つタイミングだったな、多分。光の量的に光が過剰すぎるほどありますよ、これ皆さん。オッケーさ、これでいいね。ここまで来たらもうトイレ漏れるか動画撮り終わるかどっちが先かみたいなゲームになってきたんですよね。いや、ガチで漏れそうです。オッケーさ、いいね。いや、もう YouTube のこれ唯一のパズドラやってる人の尿意が分かるチャンネルとなっております。どうしようかな、これ打つ。
大吟醸まだ打たなくていいのかな。いや怖いね、これ打っとこう。上書きしとこう。オッケー、ルーレットもほぼ消えたわ、ありがたいことに。オッケー、じゃあここでこうして回復、回復いただきたい、すごい回復いただきたい。オッケー、さあ回復いただいて光いただきたいです、光を非常にいただきたい。私光がガチ光あれ。オッケー、さあこんなんでオッケー、これで、うわーキー組めてないけど、うわデクアンドオールマイトの金属性入ってないのさすがにやばいかな。いやまあまあまあ、テク、うわーこれ優しいわ、すごい優しい、めちゃめちゃガチ惚れそう。オッケー、これ大金城打たなくても耐久できるな、これ。オッケー、大金城打たなくても耐久できそうなことが分かりました。これ今度からもう大金城無視します、これ。大金城が僕使ってみたいな顔面で見てきても、フル無視します、これ。じゃあ大金城使わなくても耐えれそうだよね。まあここら辺は適当でいいか。オッケー、こんなんでちょっと適当にしよっか。さあコンボ加算だけ足りてたらとりあえずいい。うわーやばいね、これすごい、なんか毎回1回しか殴れないシールドというギミックを作った山本に乾杯。オッケー、さ攻撃力半減、ただこれはデクアンドオールマイトで上書きできちまいます。オッケー、さこれってさあこれ雲ごとりあのドロリフしてくんないから、これなくなってもどうせ雲あるんですよね、これドロリフしても。さあいつもいてくれてありがとう。どうしようかなこれ。ここで回復持ってこよう、誰だこんな回復持ってしまった人は、僕です。オッケー、さあここで組んで水、何がどれ、そう何がどれか分かりません、これ光の落としとかなんか奇跡的に組めてない、ワンちゃん組めろガース。オッケー、さあ80億とか見えるから気づいた。オッケー、さあ次で仕留められるね、絶対次で仕留めますという宣言をさせていただきたいなと思います。オッケー、さあすごい思いますが多すぎる。オッケー、これいいよ、マジで漏れる、ガチ漏れそう。これよ L 字ここに入れとくか。水多くない、ガチ水が多い、すごいマジで、なんかもう僕の尿意に反してなんか応対してすごい水が多い。オッケー、さうわー回復の L 字になってないわ、これめちゃめちゃ繋がっとる、まあいっか。オッケー、これで、いや光ないのか、光がどうしよう、毎回こんな感じになってないさっきから、どうしようこれ、すごいいろいろ困っちまうぜガチ困る、これ76で光一個もないことあります皆さん、まああるんでしょうね、あるからこうなってますはははでここで組んじまう、いいね、闇があるか、闇あるね。オッケー、ここで組んでいいね。オッケー、さあこれはタクティカルパズルなんじゃないでしょうか、大勝ちかめちゃめちゃ長いんじゃない、挟もうかな、もうカット挟んでもいいね。オッケー、さあこれで倒していく、まあ覚えてなかったらカット挟んでないです。オッケー、さあマグマスパイラルいいね。オッケー、さあ耐えれてる、でミルコ打つ、よしよし行くぞ、よりよしですよ。でここで L 字組む、オッケー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 、めっちゃ解体しとる。オッケー、さあここで組んで、キードロップもね、これ木がすごい重要なんですよね、僕たちに木が欠けたらそれはもう僕たちじゃないですよ。オッケー、さあこんなんで回復組んだはずなのに全て外れました。オッケー、さあこれで、これはシールド絶対破壊したね、絶対破壊した、よし。オッケー、さあこれでいいよ、インフェルノオーラ、うわーこういう下げ散られちゃうせ、うわーしかもテープまでやりやがる、こいつ欲張りセットか、ミルコ打つ、でこれ打って、よっしゃ仕留めに行こうか。わ光少なくない、これイデアル使うわ、オッケーリセット、まあ光の数あんま変わんなくてびっくり。でしかもなんなら組みにくくなりました。ここに置いて、ここにキー置く、でここでこう置いて、こうか、よっしゃー。オッケー、さうわ水もう一個も組めた、火ももう一個も組めた、めっちゃ結晶しとる。オッケー、さこれでいや倒しよう、あーデカードオールマイト乾燥してる、やったー、やった、
まだ倒せてないことあります。これすごい絶対倒せと思ったんだけど、最後デク&オールマイト全属性完走してこれでよっしゃーみたいな感じは、なんか勝利がさ一瞬近づいたからさ、あの尿意が爆発してるんだけど、もう本当にもう漏れてる。 OK さ、待って、これなんで今のこれ倒せてない、これ絶対倒せたやつだったって、絶対倒せてうおーみたいな感じで終わるやつだったね。デク&オールマイトようやく完走みたいな感じのすごい大シーンだったというのに。 OK さ、こんなミリのために今からパズドラシールドわざわざ削るのめんどくさすぎるだろ。 OK さ、耐久値は足りてる、もう大金城使わなくてもいいというね、この時代ですよ。マジ HP が高すぎね、このパーティー。待って、これどうしよう。光いただいて、うん、いただいて、なんかいよいよすごい、なんかすごい。 OK さ、よっしゃ、これで太鼓の L 字も入れたから、これは絶対削ったね。よっしゃ、いいね。待って、削れなかったわ、今闇がちょっと少なかったのかな、もしかしたら。 OK、 じゃあこれでで、よっしゃ、ガチ長すぎた、この動画の撮影時間、この動画だけで撮影時間2時間ぐらいいってるわ。まあ、いっか、こんなんで適当でいいや、もうこれどうせこんだけだしね。 OK さ、これで OK さ、ようやくですわ。長すぎ、ガチでラーバブレス仕留めに行こうか。 OK さ、仕留めに行こうかを今日の動画で何回言ってんだろう。 OK、 これ打つで、デク&オールマイトもう一回カンストさせちまいますよ、この子。ようやくカンストの時代来た。 OK さ、これ打って、光は、待って、光がすごい消えてる。こうしてで闇を消す。水木闇いただきたいんですよ、すごい闇がいただきたくて、この盤面的に。これキー作る、これ作んないです。 OK さ、これが限界でした、盤面切ったね。 OK さ、これで焼いてくれ。うわ、火のもう一個もできた。いやー、乾燥してない、さっきで倒したかった。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。